それ理想ですよね。楽しみになりますよね、やっぱりね。ありがとうございます。本当に、ね。いえいえ。なんか今日来てくださったお母さんも、はいはい、やっぱり、うん、あの食べ物に、はい、なんていうの、まあ、こだわってて、うんうん、お子さんがいらっしゃるから、やっぱり、ね、あそうですよね、うん、できるだけ、まあ、いいものっていうか体に合うものを出してあげたいって言って、うんうん、そうですね、すごい喜んで来てくださってた、うん、ですよね、うん、自分はともかくね、子供にはね安全なもの食べさせたいと思いますよね、ちょっとぐらいね、お値段が、でも普通に買うのと全然値段も高いって感じがしないので、はい、ですよね、やっぱりね、それで安心して食べられるならね、なおさら、ありがとうございます。大、うん、和田さんがその辺はやっぱり、手間かけない分、本当に安くおろしてくれる。ありがたいね。パッケージとかがね、そう、内部。皆さんも協力してもらって、マイバッグ持参で来ていただいてるので、うん、そうですよね。で、くるんで、お渡しっていうのができるので。いいですよね、新聞紙でくるんで。ね、その方が野菜も長持ちしますし。どれかわかんない。入力して検査じゃしょ。今回もうちょっとち、うん、ね、大きく。起動してます。起動してます。起動してる。隣でタブレットの宿題が今学校で出てるんで。起動してます。で、私がパソコン開いたら僕もやるよって言って自分のパソコン開いてやってます。かわいい、偉い。偉いね。偉いです、偉いです。あれ、ひとみさんと、あれ、えみこさん、しおさんまだいらっしゃる、いらっしゃる思うんですけど。あ、そうだ、先ほどそれで、もうなんか、は始め。はい、じゃあ、とにかく時間なので、ね、まあ、人が少ないですけども、今日も始めたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まああの私たちと今のところはひとみさんとあまあなんか内間のミーティングみたいになってます。もう取れちゃうからダメ。後ろ見えちゃう。こんにちは。あれ誰次？え、来た。宿題できた？宿題できたって。あ、終わった。終わった。すごい。じゃあまだまだある。まだまだあの続かないよ。終わんない。大丈夫、ね、お話を。じゃあ気をつけて、ね。これ気をつけて。後ろ見えちゃうから。散らかっての見えちゃう。あっちもトッピだよ。ね、何これママ。じゃあ明るく見えるかもしれない。あ、こっちも決まってた方がいいか。うん、やねやね。やねじゃあもういい。じゃあと起動してますって。起動してないよこと。起動って今動いてるってこと。シャットダウンエージェットかわいいね。大丈夫で、パソコンは。すいません。アジェンダ送ってないかも。え、でも。あ、そうだよ、ね。あやのさん。あったい。お疲れ様です。あの、ビデオ、こんにちは。ビデオがオンにしてください。大丈夫？見えない。あ、見えた。お家ですか？お家じゃなくてね、うん、違う、やっぱり。あ、本当だ。おお、農作業中？かっこいい。作業中？かっこいい。作業というかね、ちょっと今日ウッドデッキ作りが完成したのでね。あ、そうなんで、お疲れ様です。おお、すごい。すごいでしょ？すごい、ね。ちょうど完成したんですよ。おめでとう。おめでとうございます。かっこいい。手伝っただけなんで。それにしてもすごい。素晴らしいです。もう一回したら上乗れるから、今まだ乾いてる中で。あ、そうなんだ。いいですね。その早苗さんの小屋ね。うんうん、早苗さんの。うん。早苗さんのね、お畑がね、うん、ね、今いたのが早苗さん。いや、早苗さん今ちょっといなくて、畑の方行ってんの？ここにね、筑波山が見えるんだけど。うん、あ、そう。場所的には倉掛っていうとこで、つくば市？そう、つくば市全然あの通りからちょっと東に入ったとこがね、いい感じなの。なんか人がいっぱいいる。なんかみんなでやってるの楽しそうだね。それぞれ自分の借りたとこで遊んでるのね。いいね。だから早くご案内したいわ、ここも。行きたいわ。で、ね、ついでに言うと、この、うん、
この壁に今断熱材として稲藁を突っ込んでるのね。それが思いついたから、早苗さんもいるわ。早苗さん、早苗さん、あ、初めてだよ。ね、こんにちは。こんにちは。はじめまして。やっとなんか画面ゴールなかなかね、うん、合わせるからね、なかなか会えなくてね。ミオさんとゴンちゃん。ああ、ゴンです。こんにちは。初めまして。すごい素敵な場所ですね。でしょ。だから、ね。うん、だからつくいちなんか行かなくてもここ来た方がいいよ。ぜひぜひ。それは何言った。今つくいちはつくいちで素敵として、つくいちのついでに。そう。あ、でもここ土曜日。ここ土曜日の方がいいね。そうそう。ぼちぼちね。ぼちぼちご案内するので。ぜひお願いします。ありがとうございます。ね、だからちょっとね、ズームのや作業しながらお耳だけでも。そう、作業しない、ね、ちょっとね、人少ないから、じゃあ、うん、ちょうどね、綾野さんにもね、デジメどうせ遅れてなかったの。でも見るあれもないだろうから、改めて後で後ほど送っとくので、まあ、作業しながらで。コーヒー飲みながら、ね、はい。じゃあ皆さん、今日もよろしくお願いしますということで、はい。じゃあ今日人がまだ少ないので、まあ、自己紹介とかっていうのはちょっと端折って。まあ今日は現在、ひとみさんと綾野さんと私たちっていう4名。ひとみさんと綾野さんは知らないから下した方がいい。そうだね、はい。じゃあ簡単に自己紹介しましょうか。はい、お願いします。はい、風の家のゴンです。あ、ゴガミです。畜生オーガニックプロジェクトっていうのを今年の2月に立ち上げまして、一応11月にマルシェをやろう、グランテラスでマルシェをやろうということで今活動してます。それで月1、4月から、そのプチ版として、風のマルシェっていうのを風の家で始めたんですけれども、今日もそのプチ風マルシェの風のマルシェで販売してたこちらお野菜、これはベビーリーフと根菜です。いろいろミニ根菜と、今日は養蜂家の松本ゆかりさんが蜂蜜も持ってきてくれたので蜂蜜も売ってました。それと今日はリネンのお洋服を売ってるデザイナーの、岡田すみえさんが来てくれて、今日これフラックスフィールドさんです、ね、そう、フラックスフィールドさんの、うん、なんとこれはリネンのバスタオルを、うん、売ってました。リネンクロスとか、ね、リネンクロスとリネンのバスタオルを売って、これはみえちゃんが買いました。私も買いました。リネンをでお洋服作ったはぎれ、まあ、これははぎれじゃないんだけどね、これではね、うん、してそれを売ってくれてた。すごい素敵、確実でね。で、うん、で一応グランテラスのマルシェにも出てくれるっていうような感じです。はい、風の家っていう畜生市で民泊とか、スペース貸しをしています、うんうん、ぜひここでも皆さんなんかやってくださいということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、畜生オーガニックプロジェクトの相馬です。まあ、今ゴンちゃんが一通り説明してくれたので、まあ、特に話すことはないかなっていう感じなんですけど、11月にグランテラスでオーガニックマルシェをやるので、まあ、それのために今毎月風の家で、プチオーガニックマルシェをやっていて、なんかだんだん本当にこうその循環の輪みたいなのが生まれてきてるなと思うので、お母さんたちや、近所の人たちがその美味しい野菜、オーガニックっていうことももちろんあるけど、それ以上に美味しい野菜が、うん、なんて言うんだろう、そんな高くなく普通のお野菜と同じ感覚で楽しんでもらえるっていうので、リピーターさんが増えてきているので、11月の虹のマルシェに向けてちょっと、なんて言うんだろう、こうその輪が、輪とか循環が広がっていくんじゃないかなっていうのを思って楽しみにしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあひとみさんお願いします。はい、こんにちは。畜生の市議会議員をさせていただいてます、小倉ひとみと申します。よろしくお願いします。
だんだんオーガニックマルシェ第4週の土曜日ということで、私の生活の中にも定着してきて、もうすぐマルシェだからお野菜はその時に買えばいいやっていうような感じで、普段の買い物の中にオーガニックマルシェが、生活の中に入ってきたなと思って、とてもいい感じになってます。大変ありがたいです。とってもカンテラスのマルシェも、多くの皆さんに来ていただいて、来ていただければ一番いいなと思って今から楽しみにしてます。どうぞよろしくお願いします。うるさかった。よかった、それが一番嬉しい、ね、すごい、何よりの、ね、何よりも本当力強い心強いお言葉です。はい、ありがとうございます。じゃあ綾野さんなんかお願いします。お願いします。前田綾乃と申します。ひとみさんはじめまして。あれ音いってる？大丈夫だよ、聞こえてるよ。ですね、今日は私はつくば市に住んでいる専業主婦のおばさんで、今日はお友達の畑の小屋のウッドデッキを作るのをお手伝いに来てます。かっこいいですよ、本当その背景がすごいすごいよね。これ私もこの写ってる絵を見ると私どこにいるんだろうっていう、本当すごい超かっこいい。ここは、その友達は地元の人で、実家の親の持ってる土地がまあまああって、そこをその自然農でやっていて、今は貸し農園として、あ、貸し農園、地元の人に、でもなんか多分すごい安いんだけど、私借りてないから分かんないんだけど、農園貸すだけじゃなくって、なんかいろんなイベントをやってて、味噌を作るとか、なんか来月はバーベキューとかやるみたいなんだけど、なんか緩い感じでいい感じのね、コミュニティがねできてる感じですね。いいですね。で、ここを貸すプラス、あともうちょっと町の方に寄ったあたりにもちょっと空いてる土地があるから、そこを未来農園っていう名前で、土曜の朝にねマルシェしてるんですよ。でもちろん売ってるのはそういうオーガニックな野菜で、あと2人は知ってるかっちゃんの、そこで売ったりしてて、でまあまあ狭い世間でした。なんか みんな知り合いだったんだって。かなえさんは、それをなんかもう10年ぐらいゆるりと続けていて、朝のその未来農園と、そこに買いに来る人と、土地を借りて野菜やる人とっていう。で、私はこの2ヶ月ぐらいここに手伝いに来てるなんで、なんとなく知らない人ばっかりなんだけど、なんか毎週来てるとだんだん顔も覚えて、なんか楽しいですね。いいよね、そういうのいいですね。あれよ、綾乃さんは11月のマルシェで、朝たわしワークショップをやってもらいたいんですよ。覚えてますよ、大丈夫ですよ。覚えてますよね。そのために今日来てくださっているんですよね。よかったですよ。忘れてなくて、ね、あれいつになったら始まるか。大丈夫。よかった。覚えてるよね。やってもらえるんですよね。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。先生。でもなんかすごい気持ちよさそうな空間ですね。天井めちゃめちゃ高くない？それ。ね。ここはね、天井は今開いちゃってるだけで、一応は天井作って、で上に寝れるようにする予定で。2階建て？そう、2階建てっていうか、片流れのちょっと屋根が高い。そうなんだ。で、ここの上に天井作ればちょっと寝たりできるねってことで、素泊まりとかできるようにしようかなんて話をしてらっしゃる。素敵。一泊2000円ぐらいでどうかななんてさっき言われて、私全然こんなとこ泊まりたくないから、値段設定のこと聞かれても分かんない。確かに高すぎるし、分かんないじゃん。すごいな、でも結構そういうとこって、トイレで裏にあるんですよ。
何に、本当ちょっとおしっこするしかできないようなトイレなんだけど、うん、でもトイレがあって、でちょっと飲める水道はないから、まあ、本当車中泊よりマシぐらいの感じの、キャンプ好きな人にはいいかもって、井戸があるから手洗いなんかに、これもなんだっけ、ドラム缶風呂作ろうとかね、なんかいろんな話をしていて、すごいですね。さんと話してると夢だけはあるって言われて、みんなそうなるよね。それはね、夢だけは大事。でもそれがないとね、そうなかなか動けないから、そう。そう大事。私たちもね、そんなです。できです。ぜひ本当伺いたいので、本当行きたい。よろしくお願いします。まあ、ここにカーテンつきますからね。うん。はい。ですよ、うん、カーテン作るの、うん、そう、カーテン縫ってるからよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそんなことで今日は人数少ないのでちょっとまったり進めたいと思います。女子会的な、はい、本日のアジェンダは前回の振り返りと、2番目マンションについての意見交換っていうのという感じです。で、前回の振り返りということでは、簡単に言っちゃうとマルシェの演出プランを考えようということで、ステージの使い方とか、まあ、心地よい音楽、ゆったりしたダンスとか、チベットのマントラでの舞とかっていうのは、これスーさんが言ってたんだよね。少人数で芝生の上で一体化するイメージとか、あと、まあ、フラのダンス体験なんかもいいんじゃないかっていうようなのが出ました。あと SDGs に関するものっていうのは、やっぱり参加型ゲームみたいなものができると楽しいねっていうような話が出ました。いや、これ今 SDGs っていうのはもうやっぱり世の中的にはすごく大事っていうのはようやく認識され始めてるので、確かに参加型ゲームっていうのができるといいっていうのは思ってるんですが、これ詳細を甲田さんに相談しようと思って思ってるんですが、現時点ではまだちょっと相談ができてないので、具体的にどういうものにするかは今後要相談っていう感じで、まあ、これはちょっと進めたいとは思ってます。はい、でいうのをやったらいいよねっていうのが出ました。あと子ども向けのワークショップで大人も楽しめるっていうようなものがあったらいいねとか、体を使ってやるゲームや体操なんかもいいね、まあ、芝生の上でね。ただこれもいいねっていうのは出たんだけども、具体的に何をやるかっていうのはそういう意味ではまだ全然何も案がないので、これはちょっと皆さんで今後ちょっと考えていきたいなっていう課題です。これはちょっとぜひ引き続きアイデア募ります。でそういう意味では大和田さんが具体的な話を過ごしてくれたのは、有機野菜の栽培方法のワークショップができるよっていうのはなんと大和田さん自らがおっしゃってくださって、それはすごくいいんだけれども、大和田さんが講師をやることになるとすごくその日大変なんじゃないかっていう心配がちょっとあって、まあこれはアイデアとしてはすごく面白いんですけれども、どういうふうにやるかっていうことはちょっと要相談っていう形で、今日は実はそうなんですよ、大和田さん、お客様が来ていて、通常はここに参加してくださるはずが、本日はなんと大和田さんまでちょっと欠席っていう感じなので、そこの具体案はさらにちょっと、ご相談っていう形になります。なのでアイデアとしてはすごく面白いのですが、どうやってやるかっていうことはまだまあ、検討段階っていうか、まあ、実際にできるかどうかも含め、ちょっとまだこれは案でしかないっていう感じ。で、あと、これは確か、水垣さんがおっしゃってくださったんですけど、今日はご参加されてませんが、食品ロスをなくす情報交換とか、学びのブースみたいなのがあるのが欲しいな、あったらいいんじゃないかなと、欲しいなっていうような意見が出ました。まあ、それこそ、食品ロスは、日本はなんと世界第2位の食品ロスを誇る、こんな小さな国なのにアメリカの次に食品ロスが多いっていうのは本当驚きなんだけれども、まあ、そういうものを実際に学ぶブースとか、まあ、その情報交換、あとそのロスをなくすためにその野菜を使っての料理なんかをやるのがいいんじゃないかっていう意見は確かに出ました。
出ましたが、あ、子ども食堂の人にも手伝ってもらえるみたいな お声掛けは確かにしてますよねっていうのはあるんですけれども、実際やるとしたら場所はあそこの多目的室を借りなくちゃいけないとかっていうのがあって、いろんな意味で、それをやっていたことかどうかは現在ペンディングになっているので、情報交換の場所を作るっていうのはいいですけれども、やり方とかその辺はまだこれから検討中っていう感じになりました。はい。それがまあ前回、の振り返り的に演出プランを考えようっていうところ。ただあのダンスやってくれる人とか、あと音楽やってもいいよみたいな、協力してもいいよっていうような人の候補は徐々にフラ踊ってもいいよみたいな人もいるんだよね、うん、っていうので、そういう候補はあの少しずつは出ていますが、それを具体的にこうそのピースをどういうふうにするかっていうのはこれからのことです。ただいろんな意見が出て、あといろんなことが楽しめるっていう、みんなが楽しめる場所にしたいなっていう気持ちはみんな同じだと思うので、そこをいい感じにまとめられたらなと思ってます。はい、そんな感じでしたかね、はい、前回はね、はい、はい、ということで、で本日のじゃ次のアジェンダの2としてはマルシェについての意見交換。今日は、現状マルシェの進捗状況っていうのを一応皆さんと一緒に、ほぼほぼというか、まあ現状固まってきつつもう出ますよって言ってくださるてる人たちの情報を一旦共有して、でその次に、イメージボードを作ろうとなってますけど、これ別に本当にボードを実際作るわけじゃなくて、今ここでどちらかというと、そのビジュアルデザインを進めるためのまあ共通認識的なことをちょっと、いいチラシとかいいビジュアル的なものを作るにあたって、なんかみんなが素敵っていうか、こんなマルシェのイメージ がいいなっていうものをもう一回再確認的に固められたらいいなっていうふうに思ってるので、そこのご協力っていう形でお願いできればなと思ってます。そしたら出展状況の確認みたいな感じで姉の今の共有しようか。じゃあ今現状出展者さんのリストっていうのをこちらで事務局でまとめてるものを今画面共有しますので、画面の共有これだ。あ、そういうふうにしてできるのか、すごいね。はい、はい、素晴らしい。これでどうでしょう、今、はい、見えてますか皆さん。あ、うん、見えてますね。はい、ありがとうございます。そしたら上からざっとちょっと簡単に説明をしていくと、今回あのまあの生産者さんと、まあ、加工品の製造者さんと、まあ、大きく分けると、加工品とかあとまあ雑貨の部分と、まあ、それとまあ飲食っていう感じになるんですけれども、まあこのまず野菜などの生産者さんっていう形で、まあ、上から、まあ、当然レインボーフューチャーさんのお野菜がメインになるのでレインボーフューチャーさんと、次宝先屋さんでいいんだよね。宝先屋さんっていうのが野木にある、いわゆる全国の音楽有機とか自然農のお野菜とか加工品を扱ってる、まあ販売反社っていう販売店さんなんですけれども、まあ、どちらかというと、まあ、この間、訪問させていただいて、本当になんか お野菜の野菜ベジタブルブティックみたいなちっちゃいお店なんだけど、可愛くて手作りで、まあ、重機なんか作ってすごくおしゃれな若い元、四つ葉生協さん出身 あの方が佐野さんっていう方がすごい自ら手作りでされているっていうようなことで、大和田さんのご紹介なんですけれども、もうぜひぜひっていうことで、一応11月だとフルーツなんかがまあ熊本のなんて言ってたかな、まあ、結構
美味しいものもあるっていうふうにおっしゃってたので、まあ、一応フルーツと加工品なんかをメインに出店していただきたいなっていうことで、一応ご説明と、あと、まあ、出店していただきますっていうこともご快諾いただいてて OK です。と、今日もあの、ミツバチっていうか、あの、蜂蜜に提供していただいたんですけど、筑西市で、あの、養蜂をやってらっしゃる、松本ゆかりさんっていう方がいらして、まあ、大和田さんの畑のすごい近くでやってらっしゃるっていうことがなんか分かったらしく、ちょっとびっくり、びっくりしたんですけれども、の、その蜂蜜を出していただくっていうのがもう決まってます。今日もね、販売していただいてたので、まあ、筑西市です。筑西市の養蜂家の松本さんの蜂蜜。それと、上野さんのことはちょっと説明してくれる？上野さんは、うん、そうですね、まあ、筑西市内のレインボーフューチャーさんで働いていらっしゃる、本当に若い、多分30代の方で、とっても若い方なんですけど、先日ですね、ポルレットさんでワークショップに行ったら、野菜の販売をされてて、でやっぱり、大和田さんのところで学んで、自分で今、無農薬有機肥料で野菜を育てている方なんですけど、ちょっと今写真をお見せしますね。すごく本当宝石箱みたいな、私のもの宝石箱みたいな、これちょっとこれで見えますかね。ちょっと一回共有切らないとダメか、共有ちょっと一回切ります。こう見えますか、これこの写真見えます、うん、見えてる、見えてる、見えてます、うん、はい、このすごい、すごい、本当宝石箱みたいな、野菜だけじゃなくてハーブと、あと野菜のお花も入れてくださってて、すごく可愛らしいあのパッケージにしてくださってるんですね。こういう販売のされ方してて、で見た目も本当にいいし、で、お家帰っていただいてみたらとても美味しかったので、お誘いしたら出てくださるということだったので、はい、はい、なので出店方向で素晴らしい話が、はい、あれ宝石箱みたいな、みんな買いたくなるよ、出ます、はい、ということでちょっともう一回画面の共有に戻ります、はい、その方も筑西市っていうことでいいですよね、うん、はい、それと森の扉さんも、一応森の扉さんは、いわゆる会員制で、その自然栽培とか有機のお野菜を会員の方に届けてるっていう、やっぱり販売者さんなんですけれども、一応、前々回か、そう、お話ししてくれた、なんだっけ、失敗しないマルシェの開き方っていうことでお話をしてくださった、森の扉さんの代表の野原さんがやってらっしゃる森の扉です、はい、の、一応フルーツをメインで、お野菜はかぶる可能性もあるので、フルーツをメインでっていうことで出店いたしますって言ってくださってます。それと、石田さんがのお声掛けで、四つ葉生協さんも加工品をメインに出店していただけることになりました。ありがとうございますって言って、志田さんまだいらしてないか、はい、ありがとうございます。志田さんの本当力強いお声掛けのおかげで、出店にこぎつくことができました。ありがとうございます。それとここの舘野さんはなんと筑西市のエビが先、伊勢エビ沢っていうところの、なんと分かってるだけで元禄時代からずっと自然栽培だよね。結局一切農薬を使ってない自然栽培の畑が元禄時代から、まあ、いわゆるもう300年以上ですよね、続いてるっていうところの舘野さん、私たち通称元禄楽園畑って呼んでるんですけどそこの舘野さんっていう方が今引き継いで
その畑を、まあ、お家のね周りだけっていう感じでどんどんもっと広かったんでしょうけど、かつては、要するに一人でやってるからもうそこまでメンテができないっていうことで、もう本当に自宅とその周り周辺行き渡るぐらいな感じなんだけども、もう作ってる野菜がなんかとにかく一言表現はできないんだけど、もう異常にみんな大きくもなるし、めちゃめちゃ味も考えられないぐらい美味しいっていう、それがやっぱり300年以上無農無肥料無農薬でやってる自然栽培っていうのは、まあ、こういう結果を生むんだなっていう、もう生きる証人みたいな感じになっていて、まあ、全国からいろんな方が研究に来てこんな野菜ができるのが不思議だっていうぐらいコメントをされるそうなんですけれども、いまだにその謎が解けないっていうのは、もうそもそも舘野さんはもうそもそもあのかつては、どこの車屋さんわかんないんだけど、まあそこのエンジニアだっただけあって、すべてホンダか、ホンダ技研のエンジニアっていう、かつてはそういう形のご職業をされてたので、まあ、全てがこう研究開発で、だから農業をするにも本当研究研究研究を重ね研究の上っていう感じなので、とてもあの美味しい野菜、その結果美味しい野菜ができるできているっていうような状態なので、まあ私本当に、なんでこんな筑西市そばにあって誰も知らないって変な言い方だけど、でもほぼあんまり知られてないよね。なんか前はその森の扉さんに降ろされてたそうなんですけど、ちょっと何年か前に腰を悪くされて、その降ろすのができなくなっちゃったそうなんですね。それで実は森の扉さんから紹介していただいて、あのそういう素晴らしいあの在来種の野菜とかも育ててすごく大事に育ててらっしゃるので、そんな素晴らしい生産者さんがいるんですって、なのでつながってもらえませんかって言っていただいてご紹介いただいたのがきっかけなんですね。なのですごく素晴らしい生産者なのに、あの本当見過ごされてしまうところだったっていう感じなんですね、うん、だからスーパーに卸してるわけでもないしね、うん、そうなんですよ、うん、なのでちょっと本当にいい機会をいただいたなっていうふうに今思って、はい。でまあそれで立花さんも人が自分でねやっぱり腰を悪くしてるぐらいだから、うん、自分で全てをやってその出店っていうのは難しいけど手伝ってくれる人がいるならっていう形で、まああの私たちのそのお仲間っていうかね、か友達が、ね、ファンですね、ファンだね。立野さんの野菜がやっぱすごく美味しいし、ね、うん、畑がやっぱりあのお花畑の中に野菜が生えてるような感じですごい最高なんですよでそれにやっぱり惚れ込んでる人が現れてきて、 そのファンの方たちのサポートで、はい、まあ、出展できることになりました、はい、叶いました。だからなのでぜひね知ってほしいので、まあ、そういう形でここの一番上に11番の立野さんまではもう全部あの OK ですってもらって、はい、生産者として出店しますって言ってくださってるところが、まあ、一応そうですね、1234567、8件はもう確定という形で出てます。それとこの今水色バッグが水色になっているところは一応今後訪問をして、まあ、うまくいけば前向きに検討してもらえそうだなっていうようなところですよね。現状は一応これから訪問なのでペンディングっていう感じ、はい、それで下ちょっと行ってお菓子加工品になってるところ、パン工房みのりさんは筑西市でこれもう日曜日だけのパン屋さんっていう風にして手作りでやってる本当に美味しいパン、まあ、私たちもファンなのでできる限り買いに行きたいんですが、何しろ日曜日の11時からしか開けてないのでね、うん、すごいやっぱり日曜だけなんでやっぱり結構ファンがいるよね、もうすごい並んじゃってるので、うん、あのはこれが買いたいと思ったら早めに行くか、もしくは確実に予約をしてから行くかっていうようなところなんですけど、まあ井上さんも今書いちゃいます、はい井上さんも、立野さんじゃないよね、立野さんの野菜を使うとか言ってるわけじゃないね、まだわかんないけど、とにかくとりあえず、出てくれますっていうことにはなってます、はいはい、いやごめんなさい今消しちゃったけど、うん、
アガトさんとか、ね、アガトさんって変えられないねまたね。次はガレットって書いてあったところがはい、アガトさんとおっしゃるつくばにある、まあ、カフェなんだよね、おそらく、ね、ガレット屋さん、ガレット屋さんのカフェ、ね、カフェなんですけども、うん、まあ、一応だからまあここは食べ物とか、まあ、飲食ですね、キッチンカーではなくて、まあ、テントでそのガレット、自家製のそば粉を使ってるんだよね、うん、そう、そば粉と小麦粉で、小麦粉とそば粉はその自家製の、うん、まあ原農自然農、ちょっとそこは無農薬、無農薬か、無農薬で作ってるっていう話なので、うんうんうん、まあ、ちょっと有機肥料だと思います、無農薬の、うん、ちゃんと確認をしないといけないんですけど、のそば粉と小麦粉を使った、うん、まあ、私たち食べてるのでとにかくめちゃめちゃ美味しかったです。美味しかったのは間違いないので、うん、まあ出てくれるっていうふうになってます。それとお菓子としてはロースイーツ、ロースイーツの説明をしなきゃ、ロースイーツは火を使わないスイーツでいいんですかね。酵素を生かして、30何度って言ってたと思うんですけど、それ以上の温度を使わないようにして酵素が死なないようにして作るお菓子なんですけど、で酵素をそのまま、いただけるっていう調理法です。そのお菓子ですね。でそれは結局小林先生どういう感じですか。小林先生は先生、うんうん、することになったの、別にロースイーツで、はい、で小林先生はただロースイーツだけではなくて、その、まあ、ロースイーツのケーキもだけど、スコーンとかオーガニック素材を使ったスコーンとかも販売してくれる予定です、うん、ロースイーツとそうお菓子、スコーン、うんうん、でロースイーツっていうのは基本的にもうすべてオーガニック素材で作るそうです。そんな感じですね、はい、ロースイーツは。はい、はい、ありがとう。そう、そうですね。そう、だからロースイーツは、本当に火を使わないので、ケーキも小麦粉とかを使わないで、ナッツとか、そういうものを使って、土台を使って、うんうん、そう、ナッツ。とかなんだっけ今出てこない、まあ、ココナッツミルクとか、うん、そういうものを使うんですね、フルーツとか、うん、そういうもので作ってます。とっても美味しいよね、うん、美味しい、うん、体に優しくて、はい、うん、そんな感じです。はい、でこの下のかこれはここは、まあ、これからっていう感じですね。はい、はいはいはい、それと今現時点で飲食の感じで決まってるのはこれ、大和田さんの紹介で東京からピザ屋さんが来てくれるのは決まってるんですけど、そのピザ屋さんの店の名前とかごめんなさい、まだちゃんと確認ができてなくて、まあ、とにかく大和田さんのところの野菜を使ったピザっていうことなので、もう確実にオーガニックの、野菜を使ったピザ屋さんっていう感じの、東京からわざわざ乗り込んでいただけるということになったので、まあ、非常にありがたいのでここはちゃんと名前を聞いておきます。はい、それとこれはつくばの大木屋さんっていうたこ焼き屋さんもキッチンカーで割とつくばの方では人気なそうなんですけれども、一応オーガニックの野菜を使ってって、まあ、飲食の部門の、ルールとしては、まあ、最低1品でもオーガニックの野菜もしくはそういう調味料を使ってのやっていただけるっていうのを条件としてるので、一応たこ焼き屋さんもその旨伝えたところ、そういう感じで対応は可能ですということで出ていただけることになりました。ただし何をどうするかっていうことはこれからのお話し合いなので、実際たこ焼きっていうかたこ入れずになんかそのオーガニック野菜焼きみたいなものでねできたら面白いんじゃないかなと思って、今後それは相談をしたいと思ってました。ただ出店はしていただけるので、大木屋さんに、案外だってそれちょっとチャレンジだけど面白いよね。それで美味しかったらさ、うん、ね、あのメニューにしてもらったらいいんだもんね、うんうん、なのでそこは相談して進めたいと思ってます。女性とかに、ね、はい、絶対受けるよね。それと、この黒、次のね、ちょっとコーヒー屋さんはまだ、
正式な出店かどうかがちょっと分かんないんで、これはペンディング中で、下にそのクロニークバーガーって言ってるところは、これは土浦さんなのかな、土浦にあるお店らしいんだけれども、なんか写真で見ると超なんかおしゃれな感じで、キッチンカーもあるっていうことなので、うん、まあ、そこもオーガニックの素材を、大和田さんのさ、ベビーリーフとかさ、ハンバーガーの下に敷いてもらったりしたらめちゃめちゃ美味しくない、うんうんうん、あ、ごめん、今なんかちょっとつぶやいちゃったけど、まあ、例えばなんかそんな感じで、そういうものを使ってやるっていうことには了承を得ているので、うん、一応クロニークバーガーさんも出店 OK っていうことで、まあ、今現在だから3店舗はキッチンカーとして決まってるって、まあ、あと2店舗ぐらいキッチンカーあるといいかなって思ってるので、これは今後、はい、ですです。で、雑貨としては雑貨案外ね、もうちゃんと決まってるところが結構ちゃんとあってね、うん、ナチュールさんは筑西市にあるあのなんていうのオーガニックのアロマとか、そうだね、なんていうの、まあ、主にアロマだよね、アロマエッセンシャルオイルとか、うん、まあ、そういう化粧水とか、うん、まあ、そういうのを売ってるんだよね、うん、販売しているお店で、まあ、それの作り方のワークショップなんかをやったりらっしゃるとか、うん、いるんですけども、スナチュールさんと、あともう最近みえちゃんいっぱい紹介してるからかなりの人をお連れしてる霧の花工房さんは、あの超有名な筑西市にある、あの石城にある下駄屋さんですよね、隠れた有名店、ね、隠れた名店ですよね、もう実はもうお客様にはもうね、いろんな各界、あのいわゆる歌舞伎とかね、うん、まあ、そういう役者の世界とか、まあ、そういうところではすごく愛用されてる下駄を作ってらっしゃるってい う、うん、もうその職人さん今4代目ですけれども、うん、なんと筑西市にあったんですよね、各地で、まあ、マルシェとかも、ね、よく出店されているので、うん、筑西市ではおなじみっていうところもあるかもしれないですけど、うんうん、でもやっぱり、ね、こうね、なんて言うんだろう、あの長期間使えるエコなアイテムとして下駄っていうのはすごくいいなって思ってるので、うん、ぜひ出ていただきたいなっていうのを、ぜひ出ていただくっていう感じで、うん、もうずっとね、鼻を変えたりしたり、下のね、減ってきたら下ゴム足してくれたりとかするから、うん、案外本当に長く使えるんだよね、そう、修理してね、もらいながら使うとね、すごくやっぱりエコな、ね、そう、足にもいいしね、1個ねテーマとして、 その長く愛用してもらえるような、うん、そういう文化を残していく、残していきたいっていうのがあるので、うん、ちょっとそこをテーマに、はい、から、ちょっとお値段が張っても、うん、長く使うことで、うん、まあ元が取れるっていう言い方変かもしれないですけど、うん、でも全然だからそう考えるとリーズナブルだと思う、そうそうなんですよ、うん、ね、だって下駄1個買って10年履ければね、そうだって毎月、うん、毎年新しいサンダル買って、うん、数万円のサンダル買ってそれで履き倒してまた来年も買うって考えたら、うん、全然下駄は毎年花を変えたりしたら数万円は買わないかもしれないけどまあ数千円でもさ、ね、そうだよね、ね、そうなんか、そうだよね、で花をもすげ変えれば表情も変わるし、変わるしね、そういう楽しみ方もちょっとあるからね、大人かなという感じがありますよね。下駄は超おすすめだと思う、うん、何にでも本当デニムにも合うし洋服にも全然いいし、ね、そう意外と履いてるとかわいい、ね、かわいいよね、うん、はい、まあ、そんな私たちもここのファンにもなって、ね、もういちいち行くとこ全部ファンになっちゃうから大変だよね、そこがいい、あそこがいい、そう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 、片隅さんのもちょっとちゃんと店名っていうか書いとかないとね、はい、今日あの出てくれたさっきのオーガニックのこれです、はい、オーガニックじゃん、ごめんなさい、リネンの服を作ってるフラックスフィールズさんの岡田澄江さんも出てくださるっていうことなので、もちろんお洋服もあの結構受注生産だから、そこで、まあ、サンプル見てもらってこれ買いたいですっていう人のね、まあ、そういうのも含め、あとこういう、リネンのまあ、うん、すみません。リネンのこういうバスタオル、これはバスタオルですけど、うん、今日着た人は分かったけど、まあ、その歯切れで作ったクロスとかね、すごいおしゃれで、もうお店は持たない無店舗なんだけれども、なんかその雰囲気の世界観は超おしゃれなので、
ぜひファンが増えると思うので、うん、その理念の、フラックスフィルさんは出ていただけるということで、もうこれここも楽しい、当日は無農薬の理念の服を持ってくるの？持ってくれるっていう予定です。じゃあその今試作してくださってる、進めてらしていただいてるんですね、うん、まあなんという、うん、すごいね、素晴らしい、すごいすごいわ、みんな取り組みが前向きで、うん、もうすごいよね、嬉しい、思いがねきちんとある方たちばかりなので、うんうん、ありがたい、とてもありがたいです、うん、でよくそのフラックスフィールズさんと一緒に活動されてる泉凛さんっていう人の一点張りのカゴ、一貫張り、あごめん、一貫張りのカゴ、これもね竹かご、中竹かごでできてて、それに和紙とか新聞を貼るんですね。でそうなんです。で、うん、こう今凛さんが挑戦してるのはそれを和紙でアートしていくっていう方法なんですけど、でここの部分がそのフラックスフィールズさんの理念を使ってたりとか、あとは、そうそう、仕上げ柿渋になってて、うん、虫よけとかね、防なんだっけ、防水、まあ、完全に防水ではないですけど、ね、うん、うん、できるだけこう防水に近い、ちょっと水弾くんだよね、うんうん、そう、雨の日は雨に濡れても一応大丈夫、土砂降りはちょっと土砂降りの時には持っていかないと思うけど、そうですね、そういう感じです、うん、はい、そう、本当すごい、これもおしゃれだよね、使いこうどんどん使い込んで破れてきたりしたら張り替えられるっていうもので、あとは飽きた時も完全に全部お湯で取って張り替えられるので、そういう長く愛用できる、もう本当に10年20年、うん、持ちそう、30年くらいは持つかなっていう、中の竹かごが壊れなければ大丈夫っていうものですね。すごい、すごいおしゃれですね、それも。これも野菜入れたりしたり、あ、そうそう、こうやってリネンクロス入れたり、そうなん、うん、何でもいい、確かにさ、これお買い物、お買い物かごとして使うのにももうおしゃれだし、これそのものがもうインテリアになるから、このね、お部屋の片隅にいろいろ置いて、お片付け、ちょっとしたものね。かわいい。かわいいよね、それでもね。子供のおもちゃを片付けるのにも、ちょっとおしゃれすぎるかもしれないけど、かわいい、ね。かわいい。そうだね。子供がちっちゃい頃はそうやって使って、ね、大人ね、大きくなったら自分のカバンに。張り替えて、まあ、とにかくそういうおしゃれなものも、おしゃれな雑貨もちょっといろいろ。で、彼女はもしかして当日なんかうちわの貼るワークショップもやってくださるっていうのがあってね、そうです、それすごくいいですよね、はい、はい、まあ、そんな状態で、このマコモメグリーさん、あ、まあ、ちょっとメグリーさんっていうのね、はい、はい、まあじゃあそこはペンディングで、うん、はい、それで一番下のワークショップは、あれですね、あ、今参加していただいている綾乃さんの朝たわし。綾乃さん、話できますか？はいはい。はい、朝たわしワークショップ、綾乃さんがやるときもラインナップってされてますからね。そうそうそう、まあ一応あのつくば市のあの綾乃さんによる前田綾乃さんによる朝たわし、もうエコなねたわし、あの結び方を強くするのとゆるくするので使いやすさ、これが使いやすかった、うん、そう、こういうやつです、私も今使ってます、これくらいが一番使いやすい。うるさい話ですけど、あのアクリルたわしはマイクロプラスチックがちょっと心配っていう話もあって、まあ、心配というかマイクロプラスチックが出るよねっていう話から、じゃあ朝たわし作るといいんじゃないっていう話で、はい、お声掛けをで、いろいろ試作品作ってもらって、すごいね、こんなサクサク作っちゃうなんて。そうなんです、サクサク、うん、これどの何分くらいで作れるんですか？多分10分もかかってないと思う。ちょっと待って、下手な人は？ごめん、測ってないからわかんないけど、体感ね、体感10分。下手な人っていうか、慣れてない人。初めてやるので10分じゃできないでしょ、これ。ね、
できないね、きっとね。でも、うん、ちょっとね、ちょっと本当人によるわ、これ。だってね、でも1時間はかかんないよね。かかんない。ね、30分くらいでできるかな。うん、できる。すっごいゆっくりな人で。うんうんうん、と思う。じゃあ途中でちょっと。でもね、みやさん、やるけど、ね、うん、できる人には教わるようなことじゃないし、うん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 、できない人は、すごくできない人もいる。私もちょっとできなそう。あんまできる自信ないの、私とか、本当。人によるんだよね。うん、そうですね。まあ、だから、ワークショップ参加する人は、まあ、まちまちだろうけど、うん、でも取り組みはすごく大事だと思うので、うん、そう、でもワークショップって言って参加したら楽しくないとつまんないだろうから、なんだろう、その場でなんか出来上がらなくても、うん、何個か持って帰ってもらう。ああ、もちろんもちろん、それ優しい。それ嬉しいです。辛いと思う。さすが。いや、そうだよね。私なんかみんなができてるのに、一人できないとさ、確かにしょんぼりしてさ、ワークショップ代、みたいな感じになるよね。それは少なくとも最低、なんかそういう人にもできてるのをあげるっていう、そのなんかお土産ないとね、心意気すごいありがたく受け取りたいと思います。そう思います。ありがとうございます。じゃあちょっとその方向でお願いします。さすがでございます。はい、それであとさっきも言ったように SDGs のゲームっていうのは、あ、よろ、あやさん、よろしく。ちょっとミュートします。なんか心配なこととかある？え、何が？初めてなんで、私も心配と言われればいろいろわからないのは不安だけど、いろいろわからない、うん、うん、でもなんだろうな、楽しんでいく感じで、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、まあね、一回どういうか、どう何人でとかっていうそういう具体的なやつはまあちょっと、うん、あ、風の家で一回試しにやるもいいんじゃない？どうね、うん、5、6人で、ね、どれぐらいでできるとかさ、うん、ちょっとやってみるっていうのを実験してみましょう。それはそれで、まあ、マルシェまで11月まであるので、その前に1回ちょっと朝たわしワークショップ体験みたいな、うんうんうん、全く未経験だけどたわしは欲しいって人が何人か実験できるんで、そう、ぜひぜひ。私も未経験ですか。あ、じゃあいいサンプルだと思う。はい、やりましょう。はい、このね、ここのさなりさんが、私この間参加したんだけど、ほうきを作るワークショップがね、ほうき？半日、そう、ほうき職人の人が教えてくれるほうきワークショップっていうのを、いいね、第1回の時にのんきに参加したの。うん、そしたら完成したのが私ともう一人しかいなくて、ものすごく時間がかかって、すごい。参加者何人いたんですか？6人ぐらいいたと思うんだけど、でね、やっぱりその後すごい反省会したらしくて、うん、やっぱりもうちょっと作業の過程少なくして、うん、まあまあ楽しく帰れるようにしないと、うん、結局宿題って言って持って帰った人多分完成してないよねっていう話。あ、宿題って持って帰っちゃうと、だってやり方が途中で自分が分からなくなっちゃったら、聞ける人がいなかったらできないよね。そうそうそう、も絶対できないと思う、うん、できない。だから私の作ったやつ今度見せるけど、うん、絶対無理無理、半日で初心者が無理無理無理、私も根性で作り上げただけだから。そうなんだよね。だからワークショップって、うん、先生とかさ、当然教える方はさ、やり慣れてるから、そう、自分の速度ペースとか、まあ、これくらい普通でしょって思うけど、初体験の人からしたらもうゼロってかマイナスだからね。えって、そう、そうそう、その何聞いても説明されてることが分かんないから、うん、そうそうそう。で、客で参加したことは何回かあるけど、やっぱりね、まちまちで本当、楽しく、分かんなくてもまあまあ楽しめたのから、うん、これはちょっとなんか厳しいねっていうのまでいろいろなんで、そうですね。うん、で、だからやるとして の、 不安はいろいろあります。だけど、ありがとうございます。でもそういうのはその大事なんで、やっぱり。たわしぐらいならいいかなっていうことで引き受けた。今、とてもいい話を聞かせて。すごく大事です、それ。うん。うん、やっぱり、なんか例えばこの最初ね、
これなんかもさ編む時の最初の目をさあのほら、まあ、なんか輪っか作るじゃん。それすら編み物の、あの知識っていうか なかったらそれすらできないからね。私とかもずいぶん昔やって、もう今や忘れちゃってるから、えこれどうやるんだっけから始まるから、そうするとなんとか編みとか言われたってできないよね、そのすぐなんとか編みっていうのを、だから何にもできなかった人もお土産ぐらいあるといいよねって思いました、うん、だからもうなんか最初の輪っかぐらいは作ってるものを、作ってあるものを配布してもらうから始めるとかさ、やっぱりそういう、うん、ワークショップのやり方ってそうですよね、それがやっぱあると思うので、まあ、その辺はちょっと試行錯誤が必要。例えばほらみえちゃんちのさお寺でやってるあの味噌作りだとさ、あれほら茹でてきてもらってさあれがあるからできるんだよね。あれ最初から全部って言ったら私なんかもほとんどできなかったと思うよ。やっぱそういうの大事と思うので、あの大人のあの人はもう毎日のようにあれやってるから慣れてるでしょ。そう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 、でそこに来た人がどんなこと言うかも大体予想通りでしょ、うん、もうハイスキルだもの人確かにそうだよね、そういうとこ集まる人はね、うんうん、そうですよね。だけど私は初めてだし、あの多分作れない人が来るからっていう想定はちょっとね。そうですね、うん、まあ、でもね、ほとんどの人が作れないっていう前提でやらないと絶対ダメだと思うよ。だからそう、あのミニマムの作業を楽にしてあげるのとかいうことも考えて、あのキットみたいなのを用意してそこからスタートするとか、なんかそこはちょっと工夫が必要だと思いますけど、うん、まあとにかく、とはいえこの朝たわし自体は本当エコだし、まあ絶対あったら欲しいなと思うので、そうそうそう、はい、はい、じゃあミュートします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあそんな感じで朝たわしのワークショップはまあやるっていうことになってます。それと、まあその次の SDGs の幸田さんはまあ協力するしやりましょうっていうのはあるんだけど、一体何をどうすりゃいいのかは、これから相談なので、具体的なことは、はい、あのゲーム感覚でやるっていうことが決まざっくり決まってるだけなので、具体的にはこれから相談します。はい、と次はちょっと説明してあげて。のミカちゃんは、その次のアトリエピッカさんは、子ども向けのワークショップをしてくださる方で、宇都宮で子ども向けの造形教室をやっている方ですね。で、ちょっと待ってくださいね。今出しますね。3つくらい今、候補を出してくださってて。ね、あ、これですね。すごい、どれも可愛いんですけど。あ、これもちょっと一回、共有を一回停止します。うん、そしてこういう見えますかね、ひょうたん人形とか、これもひょうたん人形か、こうですね、こういうのとか、これひょうたん人形です。今までの2つが、これもか、あれ、これもだ、これもひょうたん人形ですね。こういうのとか、あとたまごちゃんっていう卵の殻を使ったお人形とか、これも卵の殻、うーん、卵の殻を使うので、まあ、中身は出して使うんですけど、そのエコ的なお人形にはなるかなって言ってて、うーん、であとはまあ、11月なので手袋で作る手袋人形もいいかなっていう話をしていて、まあ、なんかどれがいいかなって、どれか選んでくれるといいなっていう感じでお話をもらってます。で、まあ、ちょっと筑西オーガニックプロジェクトで話してたのは、まあ、2種類くらい選べると来た方がいいのかなっていう話をしてます。で、まあ、この手袋は、お子さんの小さくなった手袋とか持ってきてもらえるといいのかなっていう話をしていました。うん、そんな感じですね。
で、まあ、この方は本当にもうプロなの で、うんね、でマルシェもすごく慣れてる方なの で、うんうでね、もう安心感があります。はい、共有をじゃあ、はい、それと、まあ、一応、本当にやるかどうかはもう一回大和田さんに確認なんですけれども、一応有機野菜栽培のワークショップみたいなのが一応候補として出てるので、これは切り取りでこっちに一応ちょっとしておきます ね、うん、まだ完璧に自分で言ってって自分で自分の首絞めちゃうぞみたいな感じなんですけど、まあ販売自体はね多分他の人スタッフにもちろん任せるとは思うんだけど、まあ一応はいご相談っていう感じです。はい、それとさっき言った一貫張りのリンさんが、うちわをね、そう、うちわでいいかなとかいう話をしてたんだよね。なんか他のものがいいかなとか言ってたんですけど、でも11月うちわでも別に、ね、いいですよね。それでいいと思うんだけど、うちわって結局、まあ、そんな素敵なうちわはもうインテリアみたいになっちゃう。そうそう。そういうことでしょ。完全にインテリアになると思う。そういうことだよね。うん、別にこのパタパタやるために作るっていうよりは、インテリアっぽいと思うので、まあ、だからそういう意味では季節感がないよねっていうのはあるので。そういうふうにお知らせすればいいんだよね。うんうん、まあ、アート、うん、アートな体験って感じだよね。まあ、そんな感じで、一応やりますよって言ってくださってます。ただ、やる場所はおそらくその自分で出すテントの、うん、まあ、周辺というかね、まあ、そこでしかないよね。ね、困るよね。うん、なので多分それ1対1とかせいぜい2人対1ぐらいの感じになるのかもしれないけど、うん、そのやり方とか出し方はちょっとこれから相談ですけど、うん、やってもいいですっておっしゃってくださってるので、うん、一応やるっていうのを今候補として挙げてます。はい、一応ワークショップ的にはそんな感じですね。で、その後、その音楽とか彩る感じ、演出系のことで言うと、まあ、バグパイプは一応やっていただける人はいるんですが、あ、まあ、開始とかそんな感じかなって思った、アクセントに。うん。うん、そうだね。うん、そのタイムテーブル的にいつどんな感じでっていうのは全くこの辺は、まあ、演出系なので、まあ、やってもいいよって言ってくださってる人のリストを上げてるっていうだけなので、そのプランをどうするかみたいなのは今後の、まあ、全体的な流れとかの兼ね合いで、まあ、ちょっと調整なんですけど、一応アイテム的にはバグパイプがあって、太鼓ってなんだっけ。太鼓はなんか、あれ陽子ちゃんが太鼓どうとか言ってたけど、まだちょっと分かんない、うん、詳細が分かんない。一瞬美和ちゃんのなんとかドラムです。違うね、じゃあ、まあ、まあちょっとまあ陽子ちゃんがなんか日本和太鼓つまり、うん、のなんか知り合いみたいで、それでちょっと言ってたんだけど、まあ、紹介してもらえるならっていう感じです、ね。はい、じゃあまあこれはペンディングで、うん、まあ、実際やってもいいよって言ってるのはそのフラ、うん、ソロのフラのダンサーの人がいて、うん、できる人がいて、まあ、やってもいいよとね、でもなんか虹のマルシェの雰囲気的にダンス別にフラあっても全然いいなっていうか、うん、全然ありだなと思っていて、うん、そう、かっこいいフラのソロダンサーのは見てみたいっていうのもあるし、うん、素敵だったよね、あの動画の人でしょ、うん、そうそう、うん、動画の人、うんうん、まあ、あとベリーダンスも陽子ちゃんでしょ、うん、まあ、ベリーダンスもあると見ちゃう、盛り上がると思う、衣装からして、確かに雰囲気的にめちゃめちゃ受けるっていうか、ちょっとびっくりっていうか、そう見えば、ごめんなさい、先走っちゃう、これ、うん、まあ、アフリカンダンスはひとみさんが、アフリカンダンス、アフリカンダンス習ってらっしゃいますよね、ひとみさん。ひとみさんがやってくれるの？うん、違う、ひとみさんでアフリカンダンス習ってます。習ってますよね。で、習ってます。それで、やってくださらないかなとか言って。あ、ね、ママ、アフリカンダンスやめた。皆さんで。じゃあ、中心でやってる人に、ちょっと話してみます。はい、そうですか。はい、ぜひ、グランテラスの芝生でやりたいねっていう話はしてたので。本当ですか？ぜひぜひやってください。バッチリじゃない。なんか、向こうの太鼓
はい、ジャンベっていうタイプのジャンベ、ジャンベしてますよ。やってる方もいらっしゃるみたいなんで、その話も合わせてしてみます。バッチリ、そういうのがね、芝生のところであちこちで、まあ、フラとかそういうダンスとかが、はい、まあ、ステージでやるんじゃなくて、あちこちでなんか芝生でやってるっていうのが、イメージ的にそういうのがいいねって言ってたんですよ。だから、うんうん、ぜひちょっとそれお話しします。はい、わかりました。ぜひぜひ。ぜひぜひ。入れてあったの、これ。うん、じゃちょっと先走りましたけど、ね、はい。じゃあ、それはちょっと調整しただくという方向で、はい。素晴らしい。はい、いいな。素晴らしい。やった。じゃあ、ベリーダンスあり、チーベットマントラダンス、今日、スーさん、ちょっとその辺をもうちょっと今度詰めておきますので、ね、うん。やってもらえそうだよね。やりますぐらい言ってたのもね。少人数でなんとなく、うん、そうだよね、うんうん、やってもらうといいのかなっていう感じがいい、うん、あります、ね、フラのワークショップはどうだろうね、うん、それはちょっとね、わかんないね、うん、まあ一応これはまだペンディングにしとこう、うん、はい。それと演出のプランの一つ、もう一つ、その今日はちょっと参加さしてないんだけど、午前中マルシェ手伝ってくれてた沼尻さんのお父様がなんと画家で、筑波さんの絵を大層お持ちで、たくさん描かれてるですね、ご自分でお持ちでって描かれていて、作品で、作品がたくさんあって、1日ぐらいなら展示するのいいよって言ってくださってるっていうことなので、しかも屋外でもいいよって言ってくださってるそうなので、グランテラスって筑波さんがボーンと見えるじゃないですか、うん、でそこに筑波さんの絵も一緒に置いて、ちょっとインスタ映えスポットになるかなという目論みです。そういうのを目論んでます。はい、こうナチュラルな感じで、ね、でもアートで ね、いいよね。あ、そういうのでちょっとあんま一応入れさせていただいてますっていう感じです。楽しみ、めっちゃ楽しみ、楽しみだよね。そんな感じで、はい、そんな感じで今決まってるの、結構なんか内容も含め演出のこういうのも見て、なんかだんだん固まってきて、うん、私たちが目指すマルシェがいい雰囲気になりそうだなっていうんで、ちょっとワクワクしてるんですけど、うん、はい、まあ、それで今日出店状況はこんな感じなんですね。で、共有停止します。はい、共有停止じゃあしてもらって、はい、で今日はちょっとご相談したかったのが日程の確認っていうことで、いや最初グランテラスで最初にプレゼンに行った時には、まあ、金土日って3日間って確かに提案的にはしたんですけど、いろいろ考えてみると出店者さんもそうだけど、私たち我々準備とか、まあ、運営側もいきなり3日やるのはさすがにハードルが高いなっていうことになり、まずは1日から始めようっていう風になりました。それで、まあ、1日にするとしたら、まあ、土日のどちらかになるんですが、今参加者さんの、まあ、全員に聞いてるわけじゃないんだけど、あれだよね、日曜日がいいっていう、7日の日曜日がいいっておっしゃってるご意見が多いんですけど、まあ、ひとみさんとか例えば参加者する側からすると、うん、土曜日がいいとか日曜日がいいとかってなんかそういうのってありますか？特に土日でもどちらでも大丈夫です、うん、大丈夫ですか、うん、はい、まあ、子どもたちもね、土日どちらでも学校はお休みなんで、うんうんうん、何主張してきた、おお、なんだいいぞってことかな OK まあ、じゃあそしたら一応7日の意見が多いので7日にじゃあ仮にしておく、うん、うん、いいじゃないでしょうか、ね、じゃあ、いいと思います、はい、じゃあ一応11月7日日曜日に第1回目はやるという感じで、それでじゃあ進めていきましょう。はい、それ でこの11月とはいえ11月の頭なので10月いっぱいまでって考えると、まあ、今日がもう6月末なので7、8、9、10、まあ先だ先だと思ってたけど、まあ4ヶ月しかないんですね、うん、そうやって考えると7月中にはもうチラシを準備して各所に配らないと3ヶ月前なのでっていうことを考えると、今早急に私たちやんなきゃいけないのは、まあ、もちろんこの出店者さんを固めるもそうなんですが、まあ、チラシ作りを7月中にするための、
まあ、素材的に今あの必要なのが、まあ、次に書いたイメージボードを作ろうっていうのはまさにそれのための必要なことなので、だからロゴとか、まあ、虹のマルシェって、まあ、あのマルシェの名前は決まってて、まあ、ありがあの少なくとも良かったんだけど、それに向けての、まあ、テーマからあのロゴと、まずなんとなく全体のマルシェを彩るテーマカラー的なものを決めると、チラシのビジュアルデザインというかチラシを作成に入れるっていうのと、7月中にはウェブサイトの準備をしたいので、まあ、それも進められるかなっていうのがあって、まあ、ロゴはねこの少ない人数で今日決めるっていうのももちろんないんですけど、まあ、虹のマルシェっていうので少なくともね今日イメージ的にみんなで一緒に共有したいなっていうのは、そのカラーリング色のテーマカラー的なものをこういうのがいいなみたいな、例えばね虹と聞いてやっぱりレインボーだよねってあまりにもベタだけど、やっぱ虹なんじゃないとかレインボーカラーじゃないとかって言われちゃうと、ちょっと違う気がするなっていうのが正直私たちの気持ちなんですね。そうなった時にじゃあどういうのがいいって考えた時に、まあ、ひとみさんなんか本当あの普通に率直になんか虹のマルシェとか聞いて、どんな色とかっていうなんかあります？なんかもう全然何でもいいのパッと思いついたやつでいいんだけれども、なんかあるかなっていうのとか、どういうのですね、虹って思い浮かぶ、あとはなんかオーガニックプロジェクトのテーマカラーの藍、藍染めの藍、愛は自然の染め物だし、うん、そういう意味では自然つながりでいいかなと、まあ、愛って案外そのすごい種類あるんですよね実は、うん、あの藍染めの愛って、愛って聞くとやっぱり結構ネイビーとかコンチックなものをイメージするけど、実はグリーンも結構いろんな色があって、例えば藍もじゃあ生葉染めなのとそうじゃないの、生葉染めと発酵させたね本藍染めっていうので全然色が変わってきますし、なんか茶色っぽいのもあるもんね、そういろんな色が、実はすごく藍染めのこの色全部藍染めの色なんですよ今画像の、だから藍染めで7色使ってとかっていうのもなんかありなのかなってちょっと思ったりとかしたんですよ。そうそう、その7色でちょっとな虹をちょっとイメージさせて、うん、っていうのがどうだろうかみたいなのもちょっと思ってたりとかして、だからそうするとすごくその自然もつながるし、オーガニックもつながるし、やっぱそういう方向で考えるっていうのはありかもしれないね、うん、そう、うん、そうそうそう、まあ、なんか、そう、なんかすごいこう架け橋みたいな感じで、うん、まあ、虹っていうワードは使ったけれども、うん、何もそのいろんな意味でね、うんうん、そのあの雨上がり虹が出てっていうさ、あと光の太陽の光のね、うん、何色もあるし、まあ、あとなんだろう、その自然の中でその空とさ、うん、なんだっけ海と山と、うん、は水でつながってるって言って、うん、雨が降った後にはさ、大雨が降った後には必ず虹が出たりとかするじゃん、うん、そういう意味でだから虹のマルシェのはタイトル的なネーミング的にはすごく素敵でいいと思うんだけど、うん、でもかといってやっぱりその虹がもろ出るのはなんかちょっとベタすぎてね、ちょっとね、やっぱり会場もちょっと子供っぽくなっちゃうとか、ね、うるさくなっちゃうかなっていう心配があって、うん、そうそうそう、なんかそこはね、うん、あのサンキャッチャーの光の虹色ってあるじゃないですか、私あれもいいかなと思ってて、会場の装飾に藍色の虹のカラーをなんて言うんだろう、テーマカラーとして使って装飾にサンキャッチャーみたいなのをこう吊り下げて上げてこうキランキランってしたので虹色を演出してあげるとなんか綺麗かなっていうのは思っ
ってます。なんか皆さんに持ち寄ってもらって、自分ちのうちもあるから、ね、それぞれで、ね、持ってきて、いいかも、飾るとこう。店舗の、みんなの店舗の軒先に下げてもらったら、いいね。それよくない？綺麗だね。それいいね。うんいい、ね、あいいかも ね。そうしようか。各店にキャッチャーをつ、それが結局なんか共通アイテムみたいになってる、ね。そうだね。それいい。いいかもね。いいですね。うん、それ綺麗。各店舗に3キャッチャー。うんうん、ちょっとまあどういう風にかは、うん、もう各店舗で決めてもらって、うん、でないところは貸し出しとかでもいいしね。うんマキス1個ぐらいなんかあるんじゃない？だってあの大きさも別に何でもいいからってことで。うんうんねうん、そうそう。ファンキャッチャーをぶら下げてもらう、うんうん、そしたら光に当たってみんなキラキラするよね、多少ね、うん、虹を演出できるね、うん、虹の演出そしたら虹の演出できる ね、 ねいいじゃんでもじゃあ愛の虹色を、うん、テーマカラー的には愛ズムへの7色、うんうん、7バージョン、うんそれをちょっとチョイスしてみるといいね。うんうん、食をテーマから。うん、そうすると結構いろいろ固まってくる ね、 ね。それが決まないで大きいじゃん。チラシ作ったりするのさ、うんうん、ビジュアルデザイン進めたりするの、うんうん。いいじゃんこれ。虹の演出にもあるし、七色がつながってるし、うん、COP のテーマカラーの藍染めつながりで。うんうんバッチリやっぱりバッチリだね。うん、それいいよ。さすが。うん、ね、いいね。ありがとうございます。ひとみさん、素晴らしい意見。もうなんかすごい進んだ気になった。本当。それいいよね。そうだね。じゃあそうテーマカラーはもうそうしよう。キャラクター。いや違う。キャラクターは一応言ってみただけだよ。作れっていうわけじゃないけどさ。キャラクター。キャラクターどうするみたいな。あると楽しいかもしれないけどね。でもなんかのんびりしたのがいい。いるなら。ね、いるなら、ね。ゆったりしたやつがいい。いるならね。ちょっとずっこけ的なやつがいい。いるなら、ね。ちょっと面白い。面白いかもね。打たれた猫とかがいい。なんだろうね。ハワイとかにいる、なんだろうね、なんかそういうのってあるのかな、なんかキャラクターでのんびりした感じで言うと。ハワイって何がいるんだっけ。あ、ホノルルズーは面白かったよ。そういう。ホノルルズーって何。ホノルルズーってホノルルにある動物園。うんうん、いや、うんうん、は知ってるけど、あ、びっくりした、そういうアニメとかがあるわけじゃないの。あの動物園すごいのんびりしてて面白かったっていう。そうそう動物園は行ったことないな。いやいやそうだね。畜生市の動物ってなんかいるんですか。なんかほらよく鳥とかいるじゃんね。でもそれのツバメですよね。えツバメなの？鳥はだってグランテラスそれでツバメなんですよねあれ。そうですよねツバメですよね確かね。で県がヒバリですよね。県がヒバリそうですよね動物。畜生市の動物。感覚はないのかな。ない聞いたことないですよね鼻つきは。あってかあそれないか。ハクビシンハクビシン。やめてよもう。あらあら。飽きてきちゃった。あね、待ってる。いやいや、ちょっとだよ。お母さん怒ってごめん。なんだろうね。なんだろうね。ねえ、畜生市で。てか普通動物って決めれないか。でもさ、わかんないけど畜生市ってカワセミいますよね。カワセミ？カワセミあのすごい綺麗な青い鳥。カワセミって鳥？そう。鳥か。すごくあのなんだっけなんとかの宝石っていう。え？な。空の宝石？え？なんかそうそうすっごい綺麗な鳥が五行川も来るし五郎助山も来る。あ本当に？うん。カワセミ？カワセミは来るよ。しかもブルーだね。キラキラ光ってるしブルーだわ。本当？ね来ますよね。あとなんかいますかね。畜生して出会う。なんかよくあの田んぼに詐欺。あれはサギか。あれは鳥か、うん。動物じゃないよね。カワセミも鳥だけどね。
動物はいないか、本当に。それこそハクビシンとか、ハクビシンなんか、ハクビシンなんか、タヌキとかどこにでもいるわ。今さ、なんかこう、駆除対策、駆除やめてよ、駆除対象になってる子をちょっとそういうふうに、フィーチャーする。ね、フィーチャーするのも悪くはないよね。あ、まあ、みんなと。あのさ、今、駆除対象だ、あ、対象だから、可愛いとか思って見たことがないし、本当可愛いよ。ハクビシンってそもそもあんまりよく知らない、どういう動物だか。なんかすごい綺麗だよ。ハクビっていうぐらいだから、おっぱが白いの？うん、なんかこうなんていうんだろう、ちょっとイタチみたいな顔してて、タヌキとイタチ。じゃあさ、駆除するからさ、そういうところで駆除してみる。まあよくわかんないけど、あれじゃないの、ニホンミツバチじゃない、あ、ニホンミツバチか、そういう話もあったね、うん、そういえばそうだ。でもそれも動物じゃないね。まあね、あ、でもキャラクターっていう意味ではいいかも、いいかもね、いてもいいかもしれない、ね、うん、まあ和むよね、ニホンミツバチはね。着ぐるみは難しい、ね、着ぐるみはちょっと、あ、でもほらキャラっぽくすればできるんじゃない、ツバチハッチみたいな着ぐるみ作るんだ、いやいや、ちょっと言ってみただけだよ、キャラクターって言うとさ、なんか着ぐるみってなんか出てくる、いやー、まあね、いつかそのうち的な感じで、そう、そのうち並んで、そう、もうマルチがでかくなっていろいろさ、それはおい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 っていうことで、まあミツバチか、まあキャラクターはいいよ、ともかく、ね、話をちょっとガラッと変えちゃうけど、はい、さっきあのひとみさんがマルシェ来てくださった時にちょっと助成金の話をしてくださったので、 その助成金、あ、はい、その話もう一回してもらってもいいでしょうか。え、マルシェに助成金が出る可能性ってあるんですか。前のまちづくりファンド事業っていうのが筑西市であって、うん、今は確か合併振興基金活用事業っていうものがあるんですね。でそれは筑西市の活性化とか、そういったものに、そういった、うん、まあ、イベントなんかに出るソフト事業にも、うん、助成金が出るのがありまして、うん、で今年度多分9月ぐらいだったかと思うんですけど、までに申し込んで、うん、プレゼンテーションみたいな審査があるんですけど、プレゼンテーションで、審査通れば助成金が新年度、令和4年度に助成金が出るっていうものがあるんです。はい。はい、なので、来年度もね、マルシェ続けていくんであれば、そういった助成金を利用するのもいいのかなと思いまして、それはぜひ申請はしたいと思いますので、なんかその資料っていうか、はい、どこ見ればいいのか、はい、書類を持ってきます。はい、ぜひぜひお願いします。ですよね、申請書類が、あ、じゃあ買ったの何これか、これが、はい、去年令和2年度の募集のやつだったんで、はい、ちょっと古いやつなんですけど、まあ、こういった事業に使えるものが今年度も予算化されているので、はい、後で、うん、申し込み用紙みたいなものをお持ちします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。もう当然とりあえず今11月11月って言ってるけれども、半年に一遍ぐらいはやるっていうスタームで続けていくことを考えても、当然そのね、花火大会じゃないんだから、一回で花火で終わるっていうわけでは決してなくて、継続性があった方が、係として知ってもらって継続的に、それこそゆくゆくはもう本当に月に1回やりますぐらいな勢いになるのを目指して、まずはそのあれぐらいグランテラス規模だったら、まあ、半年に1回ぐらいな感じでまずは考えたいなと思ってますので、だから11月の次は春とか5月ぐらいとかっていう感じで進めていきたいなとはもちろん思ってるので、やっぱりね、筑西市全体の、まあ、うん、農業というか、うん、食への
意識を、まあ、ちょっと変えるっていう、うん、高めてって、そうですね、変えて、うん、うんうん、いけたらいいなっていう思いがやっぱり、 そうです、ね、それはもうやっぱ継続的にやっていかないといけないなっていうのを思っているので、そ、それこそゆくゆくは、はい、だって給食を ね、うん、ね、そう、給食もね、本当に子どもたちにこそ ね、 ね、体にいいものを食べて食べさせてあげたいなっていうのがやっぱ元ですから、そうですね、はい、で、うん、ね、うん、で、そうそう、それもちょっと関連してなんですけど、その出展者資料っていうのができてきて、前に先月その筑西市の例えば教育委員会とかに講演してもらうためには話がありまして、はい、逆にこれはじゃあひとみさんにこれ自体はすぐねデータは送ることはできるので、うん、じゃあ後ほど、でその内容で、うん、その講演が取れそうかどうかちょっとどうなのかなっていうところもあって、まあ、食育っていうところのそういう食育っていう言葉は出てきてはないんですよ、今回これは逆に言うと出展者向けの資料なので、うん、例えば一回見てもらって、なんていうかその食育っていうか子どもたちのためにみたいなあのことがもっと必要だったら、まあ、それ追加しますので、はい、とりあえずちょっと目を通していただけたらなと、はい、相談をしていただけたらね、うんうん、そうですね、そうですね、はい、それでできれば本当にそのチラシを印刷する前になんかそんな役が取れたりした、うん、するあ、そうですよね、そうすると講演とかっていうのが入るので、はい、それが入るか入らないかちょっと大きいので、うん、やっぱりお母さんたちに関心を一番持ってほしいな、うん、まあ、お母さんたちだけじゃなくて、ね、若い女性とかもそうですけど、うん、まあ、お父さんももちろんそうですけど、うん、はい、あの、そうですね、方々に関心持っていただくにはやっぱり市とかその教育委員会の講演あるとすごく心強いと思うんですよ、そうですよね、学校関係で子どもたちにね、はい、配布してもらえば、はい、保護者が必ずあのお家で見るんで、そうですね、見ていただくだけでも全然違うと思うんですよ、うん、違うかなっていう、はい、食の関心が少しでもねそこで芽生えてくれればね、はい、いいのかなっていうのありますよね、はいはい、そうですね、そうなんです、うん、ぜひぜひそれなので、お願いします、はい、はい、はい、ママ遊びに行ってきます、おー本当に心強いです、ありがとうございます、はい、心強いです、遊びに行ってきます、大丈夫ですか、行ってらっしゃいって言われて、行ってらっしゃい、本当かわいい、ね、かわいいね、元気ですね、ね、そう、まあじゃあそんな感じですね、はい、はい、今日はちょっと参加者も少ないし、ね、なんかちょっと盛り上がりに欠けて大変申し訳ないです。いや、盛り上がりっていうかさ、みんなの意見をさ、ほら聞く時間がね、あの短めになっちゃうんだよ。まあでも、まあ、こういう時もあるっていうことで。うんうんうん、でもすごく、ひとみさんとも、うん、ありがとうございます。からもすごい。いろいろ知ったこともあるし、そうだよね、うん、まずテーマカラー的なことは決まったし ね、 ね、もういいじゃん、もう進めよ、これで綾野さん、うん、綾野さん、綾野さんいる、綾野さんいる、喋ってもらってもいい、はいはいはい、いるよ、はいはい、ね、なんかね、ほうきあるね、ほうき作っちゃって、ほうき見ても見たいよ、休憩中なの、え、何中、はい、静かになりました、大丈夫です、静かになりました、はい、綾野さん、はい、綾野さんから見て、なんかほうき見たいなって言ってたもん、ほうきもあれだし、つらつらこういろいろ今聞いてて、うん、なんか感じたこととかってありますか、すごいざっくりした、ね、これ月1ぐらいでやってるんだよね、この間やってたんだよね、と月1のはちっちゃいマルシェを今やってて、11月にその大きなのグランテラスで、うん、グランテラスでやるの、うんうんうん、あります、で、まあ、もしできたらちょっとずつ回数増やしたりもしていけたり、でも、うん、わかんないけど、うん、まあ、グランテラス規模は、うん、まあとりあえず1回目11月で、うん、次はまあ春ぐらい、春、うん、まあ、そんな感じと思ってる、うん、そう、そのうち月1とかできたらいいけど、うん、まあ、まずはやって、ね、あの
実績数な、を重ねていく、実績作っていくのが大事で、あとみんな知ってもらえれば出店者もあそこに出たいなっていうふうにもなるし、うんうんうん、あと買いに来る人も あそこのマルシェだと、まあ、そういう体に安心安全の野菜が買えるのねっていう意識で行動を変えてもらって来てもらうっていうのが大事だから、うんうん、なるイベントをやって、うん、はい終わりっていうんじゃなくて、まず継続することを考えてるので、まあ、そういう意味じゃ私たちも最初からあんまり無理はしないっていう感じ、うんうん、そう一生懸命さ、うん、すごいすっごい頑張ってなんとかやったけど、もうくたくたで、もう無理とか、そんなに疲れるんだったらもうできないとかなっちゃったら本末転倒なので、それはそこやっぱりさ、年の方だよね。比較してるって大事だよね。そう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 、ね、そうそうそう、本当そう、若いとさ、もうなんか勢いだけでさ、すごいもうとにかく頑張ってやるんだけど、そうでかいことバーンとぶち立ててうわっみたいなさ気持ちにはなるんだけど、もうそれで燃焼を燃え尽きちゃう。それはないようにしたいなと思って。下手するともうスタッフチリチリになっちゃったり、私もイベントやってたからさ、過去にそういう経験はあったんですね。もう嫌みたいな悲しい思いになっちゃう。一応ね、コンセプトとして気づく、味わう、取り入れるっていうのを考えたの。で、なんかなんだっけ、一度きりじゃなく、持続可能な生活の良さに気づいて、地球や人を健康にする安全、安心安全な食や長く使えて環境にいい影響を与える品物を味わい、持ち帰って生活に取り入れる循環っていうね、コンセプト。長いね。あ、これは違うじゃん。いやいや、説明の資料だからね。説明の資料だね。気づく、味わう、取り入れるだよ。さあ、うん、3つの用語で言うと、それでいい。気づく、ロハスライフ、未来への架け橋、気づく、味わう、取り入れる。まあ、これがもうほぼね、そう。架け橋で一応虹を使えたかったね。虹。うん。なんかそのね、なんか虹がって言ってるところだけちょっと耳に入ってたんだけど。耳に入ってた。そう、虹になったの。そう、一応虹。まあレインボーフューチャーさんっていうところもあったんだけど。ねえ。そう、だからこっちが虹のマルシェで、こっちでここでやるちっちゃいマルシェが風のマルシェ。風の家でやってるから風のマルシェ。月一のやつがね。で両方合わせて虹と風のマルシェっていう。今日もお野菜売れましたよ、いっぱい。うん、素敵。すごい売れました。ね、そう、さっきもひとみさんもおっしゃってくれてたけど、うん、まあ、月末の土曜日にやるっていう、ほらやっぱりある程度ね、うん、定期化してるから、そうなってくるともうその生活のルーティーンの中で、うん、あ、来週はマルシェに買いに行くからちょっとスーパーで買おう、野菜ちょっと調整しようとかっていう意識がね、うん、芽生えてきてるっていうのは非常にありがたい、うん、そうそう、それは生活の中に取り入れるだからね、うん、味わっていて取り入れているっていうことだから、うんうん、そこはちょっとだけ ね、そういうふうに行動していただいているのがすごくありがたい。実際だってみんなほぼ新しい人ってそんな今日いなかったよね。あ、だから宇田川さんと、あ、みのりさんも今回来てくれたけど、宇田川さんとみのりさんと、福ちゃんの友達は初めてだったけど、まあでもそんなもんだもんね。で、その宇田川さんとみのりさんもずっと知ってたけど、あ、そうそう、知ってたけどなかなか行く機会がなかったからっていう、そうそう、今回やっと来れたみたいな感じで来てくれたから、うん、そうね、すごい、そういう意味じゃありがたかったです。うん、そうです。そうで、なんか今日はお客さんとしてはちょっと少なめ、人数は少なめだったんだけど、1人が来て4件分買ってってくれたりとか、うんうんうん、そういう感じだったの。なんかいつもみんなで来るけど、今日は私がまとめて買っていくわとか。そういう風になってきてるのも嬉しいよね。そう、だから当番制、 あそこに行けばとりあえず買えるから、今日行ける人誰みたいな感じでね、来てくれてるかもしれない、うん、それが一番ありがたいよ ね、 いよね。盛況じゃん、盛況。あ、本当だね。そうだそうだ、盛況なんです、盛況だ。風の家、盛況、風の盛況。
そうね、風のマルシス、風の政局。まあなんかだからそういう風になってきているのは、まあちょっと定例化してる一つの意味に、ありがたいなと思うか、だんだんね、なってきてるなっていうのはありがたい。あ、これ私がやっぱ潰した近場の人でね、叩けてたよ、さっき。すごい。気づいてない。気づいてなかった。顔叩きました。週一でも、あの月一でも、なんかこう、ずっと続けてると覚えてもらえるもんね。やっぱそうだよね。長くやればやるほどね。でやっぱ固定客も増えていくよね。これがなきゃみたいな。今ね、ありがたいね、それはね。もう私たちだけこれ今。そうよ。いいよ。どうぞ。なんかそんな感じみたい。土曜の朝のテッドさんの話はね、もう月に入ってるもんね。ああ、なるほどね。土曜日8時半にされるもんね。なるほど、なるほど。そうよね。そうなんだよね。そういうふうに本当ルーティーンに入ってもらえるようなマルシェになればね。大成功、ね。大成功だね。そうだね。ちょっともうちょっとね、私近所の人に今朝チラシ配りに行こうと思って行けなかったの。草刈りとかいろいろやってるから。今日は大和田さんがすごい早く来ちゃったからさ、ありがたいことに。そうそうそう。だからもうちょっと本当の近所の人に、もうちょっと知ってもらえると。今日実は大和田さんがそろそろ、来てちょっと一言かもしれないんですけど、まだちょっと遅れてるっぽい。お客さんが今日一日いらしてるみたいで、あの大和田さんっていうのはレインボーフューチャー、そう、野菜を提供していただいてる、オーガニック野菜の社長です、社長、社長です、大和田社長です。あの美味しい野菜の人ね。そうそう、すっごく美味しいんだよね。野菜を社長自ら。そうそう、いつもね。売りに来てくださって、すごい熱意なんだよね。一日ねこれのために来てくださって毎回。ちょっと普通じゃできない、できないできないと思います。そうなんです。いいものをね、本当子どもたちのためにっていう思いで来てくださっているので、そうなんです。あとちょっとそう、綾乃さんはそのもし出展とかワークショップしてくれるときにテントテント立てなきゃいけないってなったらやっぱりハードル高い。ごめん、テントを作るあのスキルがないよ。そうだよね。テントなんて持ってないよの世界だよね。そう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 。そうだよね。わかりました。そしたらなんかステージをなんか何人かでシェアしてもらうのもやっぱりいいかもしれないね。ステージ。ステージをワークショップ向けに借りちゃって何人かでシェアしてもらえば、もしかしてそんなにならないかなとか思って、ちょっと計算してみないとわかんないけど、ステージは多分、ステージはあれだよ、音響設備マイクとかは隠すけど、ステージ自体は別にいいんじゃないかな、使っても。あ、そうなの？多分そうだと思うよ。あ、そうなの？え、700円とか書いてあったよ。あ、1時間700円って書いてあった。確か。ごめん、私ちょっと見てなかった。そこ。そうだったと思うよ。そう、なんかね、ステージがグランテラスってこう屋根のあるステージがあるから、そこそこ広いから何人かでシェアして使えると思うんだよね。なんか屋内のあっちにさ、ワークショップ押し込めちゃうよりきっと雰囲気いいよね。そうね、それはそうかもね。いいかなと思って。あ、そうする？全然だから時間帯決めればさ、ね、4あそこステージで4つとか、まあ私ね、ステージもしかして SDGs のゲームとかに使うかなって思ってて、それを思ってて、ただどういうのをやるのかが全然わかんないから、ちょっと一つの出展者であのステージ全部だとちょっときついかなっていう感じを思ってたんだよね。なんか何でも SDGs のゲームやるんだって、その時は、まあ、時間帯によるかもしれないけど、これはステージってだから2時間700円だとしたら
ゲームやるの。やる時だけ借りるってことか。そういうこと。ああ、タイムテーブル作っといて。はあ、はあ。あ ね、でもだからそういう意味じゃワークショップをそうだよね。タイムテーブルの中で、だって何もさ、10時からさ、うん、10時から4時までずっと借りる必要性ってないじゃん。でも借りて何店舗か入れちゃえばそれでもいいし、いいような気もするけど、で好きな時間使って、うん、でも、まあ、それでもいいけどね。ちょっと考えよう。考えよ。で、綾野さん的にさ、ワークショップってさ、だって一日中はやりたくないよね。あ、いや、それ痛くないの。大丈夫だよ。お、そうなの。大丈夫。行くんですさ。ひっきりなしにこうさ、まあ、お昼ご飯の休憩ぐらいはあるにしても、うんうん、ひっきりなしに来ちゃっても、こう入れ替わり、立ち替わりみたいな。うん、私も時々他の見に行きたいぐらいで。ああ、なるほど。あの 10分ずつぐらいこう休憩があって、うん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 、だらだらいていいよ。あ、じゃあ何時から何時からの回、何時からの回みたいな感じになるのかしら。うん、そうかもね。じゃあちょっとその辺もね、うん、相談しましょう。だから例えば決まった2時間だけみっちりでそこに、うん、なんか何そこに来たい人は全員とかじゃなくて、だらだらやったらいいんじゃない？うん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 。うん、あ、OK、そんな感じで。うん、うんうん、了解です。その方が、人もさ、例えば今いっぱいだからもうちょっとしてから来てください。うん、そうだね。いいんじゃない？確かに。うん、そうね、うん。いい感じだわ。なんかそれこそタイムテーブル作っといて、うん、名前書いてもらって後から来てもらうでもいいし、うんうんうん、なんか だらっとしないとさ、うん、ただうろうろしたいじゃん、そういうイベントって。うろうろしてもらいたい、ぜひ、ね、ね、うん、おしゃれなお店をね、うん、楽しんでもらいたい。そう、なんかそう、だから、なんだろう、あのさ、朝たわしワークショップだけど、綾野さんおすすめグッズとかいっぱい持ってきて陳列して。絶対いいからみんな、これなんですか、これなんですかって。あ、そうね。うん、絶対そういうの楽しい。フォトグッズ売ったらいいんじゃない？うん、フォトグッズはちょっと今回はごめんなさい。いやいや、だから。今回はちょっとそれはごめんなさいなんだけど、あの、いろいろおすすめ品あるでしょ。うん、いいよ、なんかちょっとあんまりおしゃれじゃないやつもあるけど。全然おしゃれじゃなくていい。なんか、え、これ何ですかって聞きたくなるようなもの。エコライフに関係あればいいんじゃない。そうそう、エコに関係あって、エコなロハスなライフスタイル。いっぱいありそうだよね。いっぱいありそうだよ。あるけど、あんた、お家自体が普通にやってることばすぎるから、うん、2人が見つけて、ちょっと今度うち来て。自分じゃ分かんない。今思いついたのは保温料理用のカバーだけど。何カバー？保温料理って知らない？あ、保温料理用のカバーとか、うん、いい、もうすごいいい。保温料理のカバーパッと思いついたけど、それ、うん、いい。いろいろ多分あるんだけど、いい、うん。手作りのほうきとかも持ってきて。見せるだけです、それは。これは見るだけです。あれ、ほら、穴掘り機とか持ってきて。穴掘り機置いとこうよ。穴掘り機ってぜひ、あれ私ちゃんとコンポストよ。こう、穴掘ってほら、土に空気をね、酸素を送り込む。うん、そうだよね。でも土中環境のさ、本とか置いといてもいいんだよね。コンポストをこうやって作りましょうみたいなさ、うん、それでもいいかもね。コンポストはね、広めたいよ、むちゃくちゃ広めたいよ。うん、特にキエロ。あ、キエロは。キエロは広めたいよ。進めて。なんか資料をぜひ。そうだね。あと、高田さんとこのさ、薄い方の土中環境の分厚いやつじゃなくて、うん、薄いやつとかさ、うん、置いてあると絶対いいと思う。うんうん、うん、ね、あれキャッチーだし。考えるわ、いろいろ。おわー、たわしが、ね、たわしをなんかバカみたいにずっと編んでようかと思ったけど。こうなんかいろんな話をしながら一日中ずっと編んでるって、確かにそのちょっとビジュアル想像しちゃったよ、なんかこう。
なんか土鍋してるみたいな。そうじゃなくていろいろなことをなんか綾野トークで、綾野トークでお願いします。やってもらった方がいい。いつものいつものやつで。それでお願いします。いや楽しくなりそうだな。絶対楽しいよね。あ、それそれ見ちゃったみたいな。それ手に取っちゃったみたいな感じで。あった。お願いします。やつを突っ込みたくなるやつを置いとけばいいんだね。そう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 。これなんですか。これこれ、あ、ちょっと見ちゃったねみたいな。ね、じゃあその作り方教えちゃうみたいな。それいいよって。おすすめ。いや今日来た甲斐あったねみたいな。いいねそれ。本当によかったよ。ちょっとおじさんだよそれ。面白い。そう、でもなんかねそれが本当気づく、さっき の, あの気づく、味わうの気づくで話を聞いて味わうってやつなんで。そう、わあ、もうすごいなんか楽しみになってきました。あのなんか突っ込みたくなるやつね。ぜひぜひあるね。あるでしょう。お、なんかすごい今日3ね、なんか2人参加者2人だけでちょっと、ね、すごい楽しくなってきた。すごいなんかマルシェがめっちゃ楽しみになってきた。楽しみになってきた。もう楽しみ。うん、楽しみだ。ちょっと厳選して、ね、11月までに。楽しみ、頼みますよ。なんかそう、マヤノさんの鍋敷きとかもさ、鍋敷きもありがたく使わせてもらってるけどさ、あれとかも超かわいいし、うん、いいよ。そう、あれね、すぐなくなっちゃうんだよね。え、どういうこと？すぐなくなっちゃうってどういうこと？あげちゃうからすぐなくなっちゃうんだけど。あれさ、あれってなんか布を裂いて編んでる？そう、そう。だからその分かった、あれもちょっとやりかけの状態で置いといて。あ、すごいね、賢い。何ですかみたいに言わせる、ね、突っ込ませる。なんかちょっと工程の間を見せれるように。あ、いいね。うん、そうするわ。でも車の音もね、ぜひぜひだね。なんだろう、そうなんですよ。あのスーちゃんが前にうちに結局来なかったけど、あのリネンのなんか、あの余り切れがいっぱいあるって、もし長めの余り切れがあったら使いたいです。あ、なんかそれでコラボしてもらうのもいいな。それであの鍋敷いっぱい使う、作れると思う、リネンだし。ちょっと待って、これさ、これをさ、そのリネンとかでも編めるってこと？編めるけど、あのたわしにはちょっと。あ、そっか、じゃあもしかしてこれ初級者編で上級者編ならいいよ。鍋敷きあり？ありあり。鍋敷きなら、うん、鍋敷きならリネンでいけるよ。いいね。いや実は朝でもできるんだけど、朝のやつは鍋敷きにしたらちょっともったいなくって、素材的にね。はい。たわし、あ、やっぱたわしにした方がよくて、あのリネンの布でもしたわし作るとぎゅうぎゅうだからすぐね、かびると思うの。あ、そっか。そういう差だけ、ね、それは水切れがいいからつっといても多分かびれないと思うけど、布でもし作ってもあの鍋ってならいいんだけど、たわしにするとかびちゃうから、ちょっとスーちゃんにそれ掛け合ってみます。で材料費とかまあちょっとかかってくるんで、鍋敷ちょっとお値段張っちゃうかもしれないけど、それでもやりたい人はね、いるかもしれないし。いや、だからスーちゃんがどういうふうにいらないかをのポイントだと思う。捨てちゃってるようなやつで。あ、なるほど。完全にね、そうそうそう、ミッポンって長めに取れるところで、あの前ウエストしていっぱい持ってきますってこの間言ってくれたから、あ、結構出てんのかなと思って、で私もウエストはしたことあるって言って。そう、じゃあちょっと
そのワークショップ用で出してもらえるか聞いてみる。あ、鍋式にするのっていうのは細長くないとダメなの？うん、2センチぐらいがいいかな。裂いたとき、裂くんだけど、裂き折りって言って、例えば、今うちで割とよく使ってるやつは旦那のシャツだったやつなんだけど、袋のお茶のあそこのシャツなんかがボロくなって着ない時に、袖と背中のあたりをこう裂いてて紐にしたやつで、だいたい1枚作れ、うん、1着で1個作れるぐらいの感じなのね。じゃあもしかしてそのリネンと、例えば自分家のいらない服とか持ってきてもらってもいいんだ。いいね。いいね。いいね。素材とかもなんかその場で鍋敷にしましょうってやれる ね。いいね。自分家のいらない服とリネンと組み合わせて鍋敷だって。すごい素晴らしい。それすごいかっこいいね。じゃあ持ってきてもらうといいんじゃない。じゃあそれでその方向性でちょっと後でまた詳しく。そうだ、聞かせてください。はい。大和田さん、こっちに来てください。今、大和田さん、大和田さん、到着されたので、うん、終わりなんですけど、終わりなんですけど。いつもより少ないんですが、ちょっとお忙しい中、ありがとうございます。じゃあ、もうちょっと最後に。お野菜美味しいです、とっても。ありがとうございます。ありがとうございます。11月に朝たわしワークショップをやってくださる、つくば市の前田彩乃さんです。つくばのマルシェでやってるやつだね。ああ、そうなんですか。うん、それはまた違うんですけど、今回書いてたのはちょっと違うんですけど、でも、そうなんです。あれ？いろいろアイディアが出て、なんか楽しくなりそうな感じです。ごめんなさい、私がね、これから。はい。固まった。あ、来てるね。はい、あ、大丈夫ですね。今、しだらさんも来てくださいました。パキチン。パキチン。ピザ。ピザのキッチンカーのお知らせが。うん、はい。ありがとうございます。連絡来ました。すごい。食事働き、なんていうお店なんですか。そう、難しいよ。ウィンウェーブコンクルージョン。難しい名前だった。ビンウェーブコンクルージョン。本当だ。ビンウェーブコンクルージョンっていうピザ屋さんが来てくださるそうです。杉本、え、沙織？女性？女性ですか？そう、女性です。素晴らしい。うん、かっこいい。やりてー。すごいですね。わかりました。ありがとうございます。綾乃さん、ありがとう。ありがとうございます。はい。また詳しく話しましょう。はい、今度。はい。じゃあ、はい。ということで、今日はもう、今、しだるさん来てくださったので、ちょっと待った。今日すいませんでした。大和田さん、お世話になってます。こんにちは。ねえ、しだるさん、お忙しいのにありがとうございます。ありがとうございます。今日もごめんなさい。いただきありがとうございます。お野菜いっぱい買わせていただきました。お昼にスタッフにいただきました。すいませんね、私、今日いられなくて、申し訳ないです。味を感じました。大丈夫です。しだるさんも今いらしたんで大丈夫です。来月は、はい、トウモロコシ持ってくるからね。あ、楽しみです。すごい楽しみです。バーベキュー。あ、バーベキューはやんだけど。バーベキューは、はい。バーベキューなんだっけ。バーベキューインストラクターの彼がいるので。そう。まあだから、トウモロコシやり。若い人。じゃあ、トウモロコシ1本いくらで売りますよ。トウモロコシと、じゃがいもと、玉ねぎと。あとお昼ご飯それでみんな食べましょう。それでいいかもしれないね。買って帰ってもらう。肉なしだな。肉なし当然ですよ。野菜で十分です。あんなに美味しかったら。来月はバーベキューで提供しますので、皆さんお買い上げにいらしてください。本当本当。お昼ご飯をそれで食べてください。もう楽しくなりそうだ。そうです。まあじゃあ今日はちょっと少ない人数でしたけれども。うん。はい、じゃあホワイトボードをちょっと映していただいて。11月7日にマルシェが決定しました。あ、1日だけ、ね、とりあえず1日だけになりました。無理はせずに。今回は。うん、見えますか、これ。見えてます？ホワイトボード、内容。見えてないですかね。光っちゃってるかな、うん、見えます？
見えない？あ、見えますか？こんな感じで今日話した出店者さんの報告をしました。今日は現状はそうですね、はい、出店者さんの報告、今日今現時点で決まってるところを皆さんとちょっと共有させていただいて、そうです。と、まあ大体固まってきたかなって感じですね。そうですね。こんな感じで大体かなりの数がね。うん。はい。すごく素敵です。はい、ありがとうございます。すごく、うん、なんか中学生が3人のグループで参加できたらって言ってるんですけど、そういうの可能なんですか？何をやるんですか？ごめんなさい。どういう、はい、何でし、出るってことですか？なんか嬉しい。なんか作りたいみたいなんですけど。作りたい？何を？食べ物。食べ物？他に中学生でも大丈夫なんですか？ごめんなさい、聞こえなかった今。中学生でも大丈夫ですか？なんかどう、逆にどうなんですか？それいいんですか、ね、中学生がそういうの作って販売して大丈夫なんですか、うん、親の許可とかどうなの。で私たちは全然わからないので、嬉しいしやってほしい、すごい素晴らしくいいことだと思ってるんですけど、なんか法律とかってあるんですか、そういうの。全然わかんないから法律はないかもしれないけ ど, ないけどあ、ただ料理作ったりするのは実際その飲食店の許可とかそういうのが販売するとなると文化祭じゃないので、実際販売するとなると販売の許可が必要なんですよ。 それをお持ち、例えば親が飲食店やってるとかって言って親が一緒に来ますよだったら、うん、おそらく大丈夫なんですけど、その監督の元にとか、そう中学生だけだとちょっと厳しいと思います、現実的に。そう、うん、そうか、そうちょっとでも残念。なんか親は私がついてきます。子供たち、はい、食品販売とか、食品販売の許可が、何かの許可がないとおそらくちょっと難しいと思います。そうだ、はい、皆さんそうですね、うん、飲食販売の方はだからキッチンカーは車にそれがついてるし、はい、飲食テント、例えばガレットなんかはテントでやるんですけど、もともとイベント全体では取らないんですね。ごめんなさい、イベント全体では商工祭りみたいな形でイベント一括でそういうのは取らないんですね。食品製造許可、イベントとして取るときはどうなのかな。ちょっと今回は取る方向ではないんです。今方向はそこはないんですけれども、うん、ちょっとどういうふうにして取れるのかは調べてはみますけど、現時点ではそれを取るっていうのが、まあ、まあ、日程はあるかもしれないんだけど、お金がかかるかどうかはちょっと分かんないので、そこういうのはもう、うん、皆さんやっぱりそのプロの方に今出店をお願いしてたので、ちょっとそういう発想がなくて、なかったですね。はいはい、ありがとうございます。なんかでもすごい、うん、すごい中学生ってそのやる気はすごい買うんだけど、なかなか、そうですね、ちょっとね、なんか、まあ、作るって言ってももしかするとフェアトレードのチョコレートをが緑にするとか、はい、例えばそういうのかなっていう感じもするんです。そしたらなんか自分たちで仕入れて、自分たちで仕入れて、自分たちだけで、でもすごくいいチャレンジですよね。今時の中学生すごいですね。どうなんですかね。そう、仕入れて販売だけだとまたちょっと話が変わってきますよね。そのお菓子製造許可とかじゃなくなるので、はい。そう。私保健所に聞いてみます。あ、ありがとうございます。ちょっと、はい、こちらでも確認して、生産者さんとかに、ね、加工品屋さんとかに聞けばね、分かりますもんね。仕入れ販売っていう形ですよね。そうなると思う。フェアトレードの商品自分たちでは作ってないと思うので。はい。で、そこで加工されたり。とかっていうわけではなくて、自分たちで何かを作ったりとか、はいはいはい、カフェ的なものではなくて食べるものはそのままだとは思うんですけど、わかりました。ちょっとそのあたり作るとしたら、なんかそうですね、その箱を作るとか、その手を入れるための、はい、あ、すごいかわいい。なんかどういうふうに販売されるのかっていう、その形がしっかり決まれば、ちょっとそのあたり
お問い合わせ確認してみます。 ありがとうございます。確認してみます。ぜひ、なんかすごい、すごいですね、そういうのがあると、はい、素晴らしい、なんかすごく、その意欲は素晴らしいと思います、ね、ありがたい。私は本当にそういうの大好きなので、若い方にこそ本当にそういうことやってほしいので、うん、ぜひぜひぜひチャレンジしてもらいたいです。お願いします。ね、なんかちょっと方法があるかどうかはこちらでもちょっと、はい、うん、あの確認というか調べてみますけど、はい、できる方向で、あのちょっと話を進めていきましょう、ね、せっかくやる気を見せてね、はいはい、頭ごなしダメっていうんじゃなくてね、はい、ご相談、ね、はい、ちょっと調整というか確認、ちょっと待っててください、待っててください、はい、じゃあそんな感じですね。すごい。素晴らしいですね。中学生のチャレンジ。ももちゃんですか？そうなんです。ももとあのお友達たち。すごい。なんか素敵ですね。すごいですね。なんかみんなは、そうですね。つくばのお友達と、阿見町のお友達と、3人グループで。すごい。すごいね。いやー素晴らしい。発想が素晴らしい。さすがや。いやなんか本当そういうショップとかあったら、ね、あのひとみさんもなんか食育とかそういう方向とまた絡めていけますよね、より一層、ね、で今あの市の 教育委員会の講演とか取れないかなって話もしているので、ちょっとそのあたりとも絡められそうな気がします。いやすごい、すごいですね。子ども食堂は中心なのかな？子ども食堂はちょっとまだ、うん、あの声をかけてないです。あ、そうなんですか。まあ、いろいろね、大腸菌の検査のやつとか、はい、いろいろあるから、ちょっとそれも調べた方がいいよね。あ、子ども食堂？いやいや、それじゃなくて、あの料理を作るときには、あの百貨店なんかやったときは、大腸菌の証明書がないと、うんうん、あの試食出さないとかね。いろいろあるから、だからそういうなことが保健所の確認をした方がいいのかな。まあ、確かに飲食店も、うん、まず保健所の許可が必要ですしね。うんうん、全体的にってことですね。わ、うん、かりました。だからまあここで加工食品作って提供するっていうのが。あるところがちょっと心配かなと思うんですね、はい、キッチンカーとか、キッチンカーはおそらく、どっちかというとこっちですか、パンスイーツとか、うん、これはそのまま持ってくる分には問題ないと思うんだけど、あ、そうですか、うん、その他はその場で加工は、ね、たこ焼きを作るにやんでしょ。たこ焼きのキッチンカーは、これキッチンカー、ね、これキッチン全部、キッチンカー、ハンバーガーと、ここだけはガレット屋さんですね、うん、ここはその場テントでその場で作られる感じ、うん、あ、かかりますよ。そう、かかります。一回確認した方がいいかもしれないよね。はい、うん、分かりました。まあ、保健所がどうなのか分かんないけど、はい、あ、ありがとうございます。まあそれはそうですね、うん、みんなキッチンカーはそういう許可はもちろん持ってるでしょうけれども、うん、まああのイベントとして保健所の許可が必要かどうかはちょっと聞いてみます、うん、お願いします。うん、まあじゃあそういうことで今日はその共有したのと、はい、うん、ちょっと一応テーマカラーはまあ愛のパターンに、うん、愛の7色のパターンにしましょうっていうのに一応決まりました。はい、はい、それでね、ビジュアルのロゴは考えると、一応私たちが今度案を出すという感じで、ね、ね、そういうことで、はい。愛の7色。愛の7色。この虹色、はい。渋い虹色。渋い、ね、7パターンですよ。はい、それではじゃあ、もうじゃあ、なんか大和田さん、最後に。ね、のまあ、今日はありがとうございました。来月ですから、来月はとっても美味しいトウモロコシ持ってきます。楽しみです、ね。ありがとうございます、ね。みんな焼いて食べましょう。はい。ね、まあ、ということで、今日は、しだらさんもいなくなった。お忙しいところありがとうございました。うん、ですが、もう時間なので、じゃ今日の
お話し会はこれで一応終了とさせていただきたいと思います。はい。じゃあまた来月31日です。7月31日午前中は風のマルシェでトウモロコシを食べに来てください。はい。で、3時からはまた、お話し会で皆さんと続きをしたいと思います。いよいよいろんなことが詰まってくるので、もうちょっとチラシのデザインとか共有する感じだと思います。もしかしてチラシ、あ、だから、お話し会が31日なんだけれども、一回みんなにこんな感じのロゴとかでもいいでしょうかっていうのを共有させていただくデジタル、データで共有させていただくっていうことが多分出てくると思うんですけど、その時はまた改めてご連絡しますので、はい。今日皆さん本当にありがとうございました。お疲れ様でした。はい。ありがとうございます。また、それでは、せよさん、お忙しいところありがとうございます。ありがとうございました。一応終了します。お疲れ様です。切ってありがとうございました。ありがとうございました。はい。お疲れ。